言語。この記事では、言語、特に自然言語について述べる。広辞苑や大辞線には次のようにある。時点等には以上のようにあるわけだが、これは大きく2分すると、自然言語と形式言語とがあるうちの自然言語について述べている。しかし、1950年代以降の言語学などでは、定義中にも記号体系といった表現もあるように形式的な、 面やその扱い、言い換えると、形式言語的な面も扱うようになっており、今日の言語学において、形式体系と全く無関係な分野はそう多くはない。形式的な議論では、その言語における文字の、その言語の文法に従った並びの集合が、言語である、といったように定義される。言語は、人間が用いる、意思伝達手段であり、社会集団内で、形成習得され、 意思を相互に伝達すること、コミュニケーションや抽象的な思考を可能にし、結果として人間の社会的活動や文化的活動を支えている。言語、個別言語には文化の特徴が織り込まれており、共同体のメンバーは、その共同体で用いられている言語の習得をすることによって、その共同体での社会的学習、及びその共同体で望ましいとされる人格を、 形成してゆくことになる。ソシュールの研究が言語学の発展の上で非常に重要な役割を果たしたわけであるが、ソシュール以降は共同体の用いる言語体系のことはラングラングと呼ばれ、それに対して個々の人が行う個別の言語活動はパロールパロールという用語で呼ばれるようになっている。もう参照。こうした言語学でソシュール以降の言語学は、 言語をどのように理解しているか、その用語も用いて説明すると、外的形式としての言語は、音声言語及び音声言語を前提とした文字言語がある。音声言語は、発話と了解に分けられ、言語単位、音素、形態素、単語を基として、音韻体系、文法体系を構成しているということになる。音韻と意味の間の結びつけ方、連合、 また、文字と、音韻、形態素、単語との間の結び付け方、連合は、社会的に作られている習慣である、シニフィアンとシニフィエの記事も参照。なお、2016年現在の言語学は、ソシュールの影響が、下地にあるものの、主として1950年代前後に始まり広がった、チョムスキーによるものをはじめとする処理論、及びそれ以降の、 それらへの修正あるいは反論に由来するものが多くを占めており、普通の言語学の議論では、ソシュールの言語学、近代言語学あるいはヨーロッパ構造主義言語学とも、構造主義言語学にはアメリカ構造主義言語学もあるので注意だけに関わることはあまりしない。自然発生的にあるものとしての自然言語のほか、近代以降、エスペラントなどの国際補助語など、 人工言語も作られた。しかし、人工言語と呼ばれる言語のうち、エスペラントなど多くは、発生が積極的な人意によりなされたという点以外は、多くの点で、自然言語と同様のものであり、偏見的な理由以外には区別する理由はない、人工言語の記事も参照のこと。自然言語の持ついくつかの性質を全くそいだ、形式言語として設計されている。 人工言語も一部にはある。ログランなど。言語学の用語に沿って、動物のコミュニケーションの体系も、言語と呼ぶこともある、という主張がある。しかし、チョムスキー理論では、普遍文法などの概念において、言語は人間のものという大前提があり、どういう意味で言語学の用語に沿って、なのかは不明確である。他にも、言語には様々な分類がある。 前述の音声言語と文字言語のほか、口語、口等言語、初期言語、文語といった分類があるが、重なる部分もありはっきり分類できるものでもない。また、一例として、日本語対応手話は一般の日本語の話し言葉や書き言葉と同一の言語の四角言語バージョンであるが、日本手話は一般の日本語とは異なる言語と考えられており、そちらは、 音声言語や文字言語とは異なる、視覚言語ということになる、など、分類は単純ではない。また、屈折語、硬着語、孤立語といったような分類もある。詳細は、言語類型論を参照。自然言語以外については、人工言語、形式言語、コンピュータ言語などの各記事を参照。実際の言語を広く研究すると、厳密には、言語の定義には、 多くの困難が伴う。コミュニケーションの規則がどこかに明記されており人々がそれを参照しながらコミュニケーションが行われるわけではなく、実際人々が単一の規則に従っていないと考えさせる材料もある。方言のような地理的なバリエーション、信号の普及のような歴史的変化、言い間違いや言いかけに終わる発言など、文法として通常考えられる規則に反する。 発話などがその例として考えられる。むしろ現代の言語学で盛んに研究されているテーマのようにも思われるが。なお、ジャック・デリラというフランスの一般にポスト構造主義の代表的哲学者と位置づけられている哲学者は、声を基礎とし文字をその代替とする発想、音声中心主義、フォーナセントレザムとデリラは称するものが言語学に存在すると主張し、 それに対する批判を投げかける立場を主張した声と現象。グラマトロジーについてと、サエンの記事も参照。個別言語は民族の滅亡や多言語による吸収によって使用されなくなることがある。このような言語は死語と呼ばれ、死語が再び母語として使用されたことは歴史上にただ一例、ヘブライ語の例しかない。しかし、ヘブライ語は自然に復活したわけでも、 完全に消滅していたわけでもなく、文章語として存続していた言語をパレスチナに移住したユダヤ人たちが20世紀に入って日常語として人工的に復活させ、イスラエル建国と共に公用語に指定して完全に再生させたものである。この他にも古典アラビア語、ラテン語、古典ギリシャ語のように日常語としては消滅しているものの文章語としては 存続している言語も存在する。このほか日常ではもはや用いられず、経典や宗教行為のみで用いられるようになった、天礼言語も存在する。近年、話者数が非常に少ない言語が、多言語に飲み込まれて消滅し、新たに仕事化すことが問題視されるようになり、消滅の危機にある言語を危機言語と呼ぶようになった。これは、世界の一体化が進み、交通網の整備や、 流通の迅速化、ラジオテレビといったマスメディアの発達によって、それまで孤立を保っていた小さな言語がそのコミュニティを維持できなくなるために起こると考えられている。より大きな視点では、英語の国際語としての勢力伸長による多種用言語の勢力縮小、いわゆる英語帝国主義もこれに含まれると言えるが、少なくとも21世紀初頭においては英語を母語とする民族が、 多数派を占める国家を除いては、英語のグローバル化が、言語の危機に直結しているわけではない。多種用言語圏においても同様である。言語消滅は、隣接したより大きな言語集団、必ずしもその国の主要集団であるわけではないとの、交流が不可欠となり、その言語圏に小言語集団が取り込まれることによって、起きる。こうした動きは、人的交流や、 文化的交流が盛んな先進国内においてより顕著であり、北、アメリカやオーストラリアなどで言語消滅が急速に進み、経済成長と言語消滅との間には有意な相関があるとの研究も存在する。その他の地域においても言語消滅が進んでおり、2010年にはインド領のアンダマン諸島において言語が一つ消滅し、他にも同地域において 消滅の危機にある言語が存在するとの警告が発せられた。言語がいつどのように生まれたのか、生まれたのが地球上の一箇所か複数箇所かは分かっておらず、複数の説が存在するが、例えばデンマークの言語学者、オット・イエスペルセンは以下のような説を唱えている。生物学的な観点から言語の起源を探ろうという試みもある。 最近の分子生物学的研究によれば、フォックスプニと名付けられている遺伝子に生じたある種の変異が言語能力の獲得につながった可能性がある。さらにその変異は、原生人類とネアンデルタール人が分化する以前の30から40万年前には、すでに生じていたとの解析結果が発表されており、原生人類が登場とともに、 すでに言語を身につけていた可能性も考えられる。しかし、フォックスプ2は言語能力を有しない他の動物の多くが持っていること、フォックスプ2の変異が言語能力の獲得の必要条件であるとの直接的な証明はまだなされていないことなどに留意する必要がある。生物の場合には進化が止まった生物が現在も生き残っている、生きている化石と呼ばれるものがある。 また、一見似ている2種類が全然別の種類から進化していたというケースもある。言語にも同じような現象が起きており、その変化の速度は一定ではなく、侵略、攻撃、移動を通った民族との接触が多ければ、その時言語も大きく変化する。代表例として、英語、フランス語、ルーマニア語、アルバニア語、アルメニア語等がある。 逆に接触が少ないとほとんど変化しなくなる。代表例としてドイツ語、アイスランド語、ギリシャ語、スラブ語派、バルト語派、特にリトアニア語、サンスクリット語等があり、特にアイスランド語は基本文法が千年前とほとんど変わっていない。言語はもともといくつかの祖語から文化したと考えられており、同一の祖語から発生したグループを語族と呼ぶ。 五族はさらに五派、五群、そして言語と細分化されていく。世界の大多数の言語は何らかの五族に属するが、中には現存する他の言語と系統関係が立証されておらず、五族に分類できない孤立した言語も存在する。また、地理、文化的に近接する異なった系統の言語が相互に影響し合い顕著に類似する事例も見られ、これは言語連合と呼ばれる。 同一語族に属する言語群の場合、共通語彙から言語の分化した年代を割り出す方法も考案されている。一つの言語の言語詞を作る場合、単語、綴り、発音、文法等から、古代、オールド、中世、ミドル、近代、モダンと3分割詞、例えば、中世フランス語等と呼ぶ。古代教会スラブ語は、古代をつけたままだが、古代英語は、古英語。 古代ギリシャ語は古典ギリシャ語がそれぞれ一般に用いられる。ある言語と他の言語が接触した場合、両言語の話者の交流が深まるにつれて様々な変化が発生する。これを言語接触という。言語接触によって、両言語には相手の言語から語彙を借用した借用語が発生するほか、交流が深まるにつれて、商業や生活上の必要から、 根性言語が発生することがある。この根性言語は、初期には、ピジン言語と呼ばれる非常に簡略化された形をとるが、やがて語彙が増え言語として成長してくると、クレオール言語という新しい言語となる。クレオール言語は、ピジン言語と比べ語彙も多く、何より、きちんと体系だった文法が存在しており、一個の独立した言語とみなして、全く差し支えない。クレオール言語は、 美人言語と違い、母語話者が存在するのも特徴である。中世の世界においてはしばしば、文語と日常使用する言語との間には、隔たりが見られ、中には中世ヨーロッパにおけるラテン語のようにその土地の言葉と全く異なる言語を文章語として採用している世界も存在した。ラテン語は、欧州において知識人の間の共通語として用いられ、ルネサンスなどで、 大きな役割を果たしたが、やがて印刷術の発展や宗教改革などによって各国において使用される日常言語が文語として用いられるようになった。この際、それまで方言の連続体しか持たなかった各国において、その言語を筆記する標準的な表記法が定まっていき、各国において国内共通語としての標準語が制定されるようになった。 これは出版物などによって徐々に定まっていくものもあれば、中央に公的な言語統制機関を置いて国家主導で標準語を制定するものもあったが、いずれにせよこうした言語の整備と国内共通語の成立は国民国家を成立させる上での重要なピースとなっていった。最も新しい言語であり、また誕生する瞬間が捉えられた言語としては、 ニカラグアの子供たちの間で1970年代後半に発生したニカラグア手話がある。これは言語能力は人間に正徳のものであるという考えを裏付けるものとなった。現在世界に存在する言語の数は千数百とも数千とも言われる。1939年にアメリカの LH グレイは2796ことごと唱え、1979年に ドイツのマイヤーが4200から5600ことごと唱えており、三省堂の言語学大辞典、世界言語編では8000兆の言語を扱っている。しかし、正確に数えることは、ほぼ不可能である。これは、未発見の言語や、消滅しつつある言語があるためだけではなく、原理的な困難があるためでもある。似ているが同じではない、言語が隣り合って存在しているとき、 それは一つの言語なのか別の言語なのか区別することは難しい言語なのか方言なのかと言い換えてもよい。さらに、ある人間集団を言語の話者とするか方言の話者とするかの問題でもある。例えば、旧ユーゴスラビアに属していたセルビア、クロアチア、ボスニアヘルセゴビナ、モンテネグロの四地域の言語は非常に似通ったものであり、学術的には セルビア・クロアチア語として、同一の言語として扱われる。また旧ユーゴスラビアの政治上においても、国家統一の観点上、これらの言語は、同一言語として扱われていた。しかし1991年からのユーゴスラビア紛争によって、ユーゴスラビアが崩壊すると、独立した各国は、各地方の方言をそれぞれ独立言語として扱うようになり、セルビア語、クロアチア語、 ボスニア語のミコト語に政治的に分けられるようになった。さらに2006年にモンテネグロがセルビアモンテネグロから独立するとモンテネグロ語がセルビア語からさらに分けられるようになった。こうした明確な標準語を持たず複数の言語中心を持つ言語のことを複数中心地言語と呼び、英語、イギリス英語、アメリカ英語などなどもこれに含まれる。逆に、 中国においては、北京語や、それをもとに成立した普通話、標準中国語と、上海語や関東語といった、遠隔地の言語とは、さえが大きく会話が成立しないほどであるが、同系統の言語ではあり、書き言葉は共通であるためこれら言語はすべて、中国語内の方言として扱われている。同じ言語かどうかを判定する基準として、相互理解性を提唱する考えがある。 話者が相手の言うことを理解できる場合には同一言語、理解できない場合には別言語とする。相互理解性は言語間の距離を伝える重要な情報であるが、これによって一つの言語の範囲を確定しようとすると、技術的難しさにとどまらない困難に直面する。一つは A の言うことを B が聞き取れても、B の言うことを A が聞き取れないような言語差があることである。もう一つは、 同系列の言語が地理的な広がりの中で徐々に変化している場合、言語連続性、または方言連続性というに、どこでいくつに分割すべきなのか、あるいは全く分割すべきでないのかを決められないことである。こうした困難に際しても単一の基準を決めて分類していくことは理屈の上では可能である。しかしあえて単一基準を押し通す、言語学者は現実にはいない。 ある集団を言語話者とするか方言話者とするかには政治的文化的アイデンティティの問題が深く関係している。どのような基準を設けようとある地域で多くの賛成を得られる分類基準は別の地域で強い反発を受けることになる。そうした反発は誤りだというための論拠を言語学は持っていないので結局は慣習に従って 地域ごとに異なる基準を用いて分類することになる。言語と方言の区別について、現在なされる説明は二つである。第一は、言語と方言の区別には何ら言語学的意味はないと、する。第二のものはまず、どの方言もそれぞれ言語だとする。その上で、ある標準語に対して、非標準語の関係にある、同型言語を、方言とする。 標準語の選定は政治によるから、これも、また、言語と方言の区別に、言語学的意味はないとする点で、第一と同じである。この定義では、言語をはかりにかけて判定しているのではなく、人々がその言語をどう思っているかをはかりにかけているのである。ある言語同士が独立の言語同士なのか、同じ言語の方言同士なのかの判定は、非常に恣意的であるが、その一方で、 明確に、系統関係が異なる。言語同士は、たとえ共通の集団で話されていても、方言同士とは見なされないという事実もある。例えば、中国甘宿省に住む少数民族遊具族は、西部に住む者は、トゥルク系の言語を母語とし、東部に住む者は、モンゴル系の言語を母語としている。両者は、同じ民族だという意識があるが、その言語は、方言同士ではなく、西部遊具語、 東部、遊具語と別々の言語として扱われる。また、海南島に住む、臨口人も、民族席上は、漢民族であるが、その言語は、漢語の方言としては扱われず、系統通り、対課題語族の臨口語として扱われる。なお、使用する文字は、同言語かどうかの判断基準としてはあまり、用いられない。言語は、基本的にどの文字においても、表記可能なものであり、 ある言語が使用する文字を変更することや2種以上の文字を併用することは珍しいことではなく、また文法などに文字はさほど影響を与えないためである。例えば、日本語をアルファベットのみで表記したとしても、それは単にアルファベットで書かれた日本語に過ぎず、何か日本語以外の別の言語に変化するわけではない。上記のセルビア・クロアチア語においてはクロアチアが主にラテン文字を セルビアが主にキリル文字を用いていたが、ユーゴスラビア紛争において、両国間の中が極度に悪化するまでは、同一言語として扱われていたし、デーバナーガリー文字を用いるインドの公用語である、ヒンディー語とウルドゥー文字を用いるパキスタンの公用語である、ウルドゥー語も、ヒンドゥスターニー語として、同一言語、または方言連続体として扱われることがある。 上手な通り最も話者の多い言語は中国語であるが、公用語としている国家は中華人民共和国と中華民国、台湾、それにシンガポールの3つの国家に過ぎず、世界において広く使用されている言語というわけではない。また、共通語である普通話を含め13個の方言が存在する。話者数2位の言語はスペイン語である。これは、 ヨーロッパ大陸のスペインを発祥とする言語であるが、17世紀のスペインによる新大陸の植民地化を経て、南アメリカ及び北アメリカ南部における広大な言語圏を獲得した。2007年度においてスペインを公用語とする国々は19カ国に上る。さらにほぼ同系統の言語である7位のポルトガル語圏を合わせた新大陸の領域はラテンアメリカと呼ばれ、 広大な共通言語圏を形成している。英語の話者人口は3位だが、公用語としては55カ国と最も多くの国で話されている。さらに、英語はアメリカ合衆国やイギリスの公用語であるため世界で広く重要視されている。さらに、世界の一体化に伴い研究やビジネスなども英語で行われる場面が増え、非英語圏同士の住民の交渉においても、 共通語として、英語を使用する場合があるなど、英語の世界共通語としての影響力は、増大していく傾向にある。英語に次ぐ、国際語としては、17世紀から19世紀まで、西洋で最も有力な国際語であったフランス語が、挙げられる。フランス語の母語話者は7680万人と、トップ10にも入らないが、フランス語を公用語とする国々は、 アフリカの旧フランス植民地を中心に29カ国に上る。ちなみに、国連の公用語は、英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語の6つであるが、これは安全保障理事会の常任理事国の言語に、広大な共通言語権を持つスペイン語とアラビア語を加えたものである。和者数4位のアラビア語も広い共通言語権を持つ言語である。 アラビア語は、クルアーンの言語として、イスラム圏全域に使用者がいるが、特に北アフリカから中東にかけて、ボゴア者が多く、公用語とする国々は23カ国に上っていて、一つのアラブ文化圏を形成している。ただしこれも文語であるフスハーと公語であるアーンミーヤに分かれており、アーンミーヤはさらに多数の方言に分かれている。 言語は国家を成立させる上での重要な要素であり、カナダ、英語とフランス語やベルギー、フラマン語とアローン語、ただし公用語は同系統の大言語である、オランダ語とフランス語のように異なる。言語間の対立がしばしば言語戦争と呼ばれるほどに激化して独立問題に発展し、国家に大きな影響を及ぼすことも珍しくない。東パキスタンのように、 西パキスタンの言語である、ウルドゥー語の公用語化に反発して、ベンガル語を同格の国語とすることを求めたことから、独立運動が起き、最終的にバングラデシュとして独立したような例もある。こうした場合、言語権別に大きな自治権を与えたり、例えば、ベルギーにおいては1970年に、言語共同体が設立され、数度の変更を経て、フラマン語共同体、 フランス語共同体、ドイツ語共同体の三つの言語共同体の、並存する、連邦国家となった、国家の公用語を複数制定する。例えば、スイスにおいては、それまでドイツ語のみであった、公用語が1848年の憲法によって、ドイツ語、フランス語、イタリア語の三公用語制となり、さらに1938年には、ロマン主語が国語とされたことなどによって、 少数派言語は社の不満をなだめる政策はよく用いられる。この傾向が特に強いのはインドであり、1956年以降それまでの地理的な区分から同系統の言語を用いる地域へと州を再編する、いわゆる言語州政策をとっている。国家における言語の構造は、公用語共通語民族語、部族語、方言の三層の構造からなっている。 もっとも、公用語と共通語、また三層すべてが同じ言語である場合は、その分だけ層の数は減少する。日本を例にとれば、各地方ではその地方の方言を使っている。つまり、同じ地方のコミュニティ内で通用する言語を使用している。これが他地方から来た人を相手にする場合となると、日本語、いわゆる標準語を使用することとなる。日本では他に、 有力な言語集団が存在しないため、政府関係の文書にも日本標準語がそのまま使用される。つまり、共通語と公用語が同一であるため、公用語方言の二層構造となっている。公用語と共通語は分離していない国家も多いが、アフリカ大陸の諸国家においては、この三層構造が明確に現れている。これらの国においては、政府関係の言語、公用語は、 四国の言語が使用されている。学校教育、教授言語もこの言語で行われるが、民族語とかけ離れた存在であることもあり、国民の中で使用できる層は、さほど多くない。この穴を埋めるために、各地域においては、共通語が話されている。首都がある地域の共通語が、強大化し、国の大部分を覆うようになることも、珍しくない。しかし、文法の整備などの遅れや、 国内多言語和者の反対、公用語の使用能力がエリート層の権力の源泉となっているなどの事情によって共通語が公用語化はされないことがほとんどである。その下に各民族の民族語、部族語が存在する。詳細は心理言語学及び神経言語学を参照。言語機能は基本的に人に固有のものであるため、言語の研究には 少数の例外を除き動物モデルを作りにくい。そのため、脳梗塞などで脳の局所が破壊された症例での研究、損傷の研究や、被験者に2つの単語を提示しその干渉効果を研究するなどの心理学的研究が主になされてきたが、1980年代後半より、脳機能イメージング研究が手法に加わり、被験者が様々な言語課題を行っている時の、 脳活動を視覚化できるようになった。古典的なブローカ領域、ウェルニッケ領域のほか、シルビウス列を囲む広い範囲、円上階、角界、一時、二次聴覚や、一時運動や、体勢感覚や、左前頭、前の、左下側頭階にわたっている。脳梗塞などで各部が損傷されると、それぞれ違ったタイプの失語が出現する。例えば左前頭、 前の付近の損傷で生じるブローカー失語は運動失語であり、自発語は非流調性となり、複症、所持も障害される。左側頭葉付近の障害で生じるウェルニッケ失語は感覚失語であり、自発語は流調であるが、言語理解や複症が障害され、文字による言語理解も不良である。ほとんどの右利きの人では、単語、文法、語彙などの主要な言語機能は、 左半球優位である。しかし声の抑揚、プロソギの把握、比喩の理解については、右半球優位であると言われている。文字の認識には、左防水上階、中、下工頭階が関与するが、漢字、表意文字と、ひらがな、表音文字で活動する部位が異なると言われている。これも多方面から研究されている。個人の言語能力は、 全体的な知的能力とは乖離することがあり、例として、独自障害、ウィリアムズ症候群、自閉症など、個体発生や人の進化における言語の起源などにヒントを与えている。また、人は、環境の中で聴取する音声から自力で文法などの規則を見出し学習する機能を正徳的に、イコール遺伝的に備えているため、特に教わらなくても、 言語を学習できるとする考えも存在する。詳しくは、生徳説を参照。最近の、近赤外線分光法を用いた研究において、生後2から5日の新生児が逆再生よりも、純再生の声を聞いた方が、あるいは、外国語より、母国語を聞いた時の方が、聴覚皮質の血流増加が大きかったと、報告されており、ペイなら、プナズ、2 0 0 出産前から母体内で言語を聞いていることが示唆される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。